どうも、デンマです。ちょ、ディビジョン上げようか。ちょ、ディビジョン4にあまりにも追いすぎてるから、ディビジョン3上げようか。そうなった時に俺は動画を回していた。なぜかわかるか。そう、めちゃくちゃ強い選手を見つけちゃったからだ。なんで皆さん、この選手使わねえのってくらい、ハンバーグする。足も速いし、パスも上手いし、ドリブルできるし、シュートも入る。すごくない？使ってねえやつマジで意味わかんねえよ。天下持ってない男みたいなもんだよってことで紹介します。今回の選手、こちら。タン、レオナルメッシー。まあ確かにスピード瞬発が速いっていうところが、このレオナルメッシの長所と言われているんですけれども、そこじゃない。このメッシの本当にいいところはここです。見てください。足のコントロール持ってる。つまり、エラシコをつけるだけで、特殊ダブルタッチャーになるんです。最近の言うところでやったら、特殊ダブルタッチ強くない？だから、このレオナルメッシが今この環境最強なんじゃないかなって思って動画回したら、さっきシュートがキングが最強って言ってました。最悪です。マジ営業妨害ですね。訴えたいと思います。はい。マジでスピード瞬発ドリブル数値半端なくだけから、ボールキープはないから、コネコネじゃなくてガンガン立てていく。行くぜメッシ渡して焦点いや、まだ刺す。いや、いける。そう早いよここだね。いけるよ、欲しい。俺でもやっぱ瞬発高くて特殊ダブルタッチリオネルメッシがやったらこんなにチャチャチャになるんだから、このチャチャチャたまんなくないかマジで。はい、ジェラード、さすがですね。縦パス蹴ってフリットメッシ渡してパスもできるのが強みと言いましたよね。そうなんです。で、フィーゴボールキープ、メッシ飛び出した。いける。うわー、高い瞬発を持って裏に飛び出すことも可能なんですね。いいですね。一回下げてピーターシュマイケル前行ける。フリーヘレスじゃなくて俺はフリットのところまで行ってほしかったんだよね。いや、しかも私ね、やっぱりロングボールをやたらめったら蹴りまくるんで、あいつヘッダーじゃないですか。そういうところ熱いよなって感じ。危なー。はい、ピタシュ返し。落とせっか。リオネルメッシ一発で使われるぞ。左側展開して、その上で、メッシの飛び出しをフリットでしたわ。フリットキープして、メッシが飛び出しちゃー、ダメだ。メッシばっかり見すぎ。メイン今日やってる時の令和チャンネルあるある弱い。ビエラ！おつけ。こっち。絶対そう。なにこれ、なんかメッシ使わないようにメッシダメージ。はあ、ありがとう。持ってく。いいね。ここでしょうか。いやー、引っかかるんかい。ずっといける、ずっといける。ナイス。で、これ蹴って、ソフラパやっといて、で、フィーゴ落とし、ウリヘ渡し、メッシボール持ち、スルバケリ。そう。いける。いけないことない。いやー、マジかー。今めっちゃ不利やったけどな。かわいそうやけどな、俺が。うわ、弾丸ついてくる。いいね。これ二人で行こう。うわ、たまんねえ、このダブルチーム。お、弾こうか。ラーム飛んだ。フリットボール持つ。いや、持たない。そう。いや、ここで折り返したところ、ウリヘレス走らせてたの。来たー！これがユートの一番手取り勝ち方なんで、チュッ。嬉しいわー、嬉しい。事故があるから、いつまで経ってもフライパスをやめられねえぜー。ヒュー、しかもこの度くらい低くなっていく。まあ正直、リオネルメッシがメイン機能できているかって言われたら、全くできていない。完全にやるはずじゃなかった中央でのボールキープというところをやらせてしまってるんですけれども、これ、こうしちゃうか。いっそのこと、間違いでも右ウィングで孤立させよう。ちゃんとね、使う場所大事ですから。男の子が女子トイレでうんこしてるみたいなもんだった。ちゃんと女子は女子トイレ行く。ここいいね。似合いでユーロスピードが素晴らしい。あー、まあ嬉しいか。こんな感じで言うところで一番速いと言われてるアルフォンソ・デビスを全く手が出ない。これですよ。リオネルメッシ、フリーキッカーとしては二流かもしれない。だが、決める。だが、回収できれば何の問題もない。一応落とし、ジェラードからスルマス。で、ミラーアームが上がってきてから相手のサイドバック2と見せかけて、メーシ！あ、そうか、インサイドレシーブが働いちゃうんだ。ははは、おい。ドリブルしたくてウィンガーを終えたらインサイドレシーブ発動しちゃって、どういうカルマこれ。ジェラードのケツでか。取れる。ナイス。立てます。で、渡しといて、で、キープと見せかけてバーストや。立ていかんかったら2台でメッシは死んでまうで。ここだ、ほら、おれー。あ、ここは、もう手堅くショートパスよな。言うて1点差なんで、集中してやっていきたい。ラム。お前がメッシになるんや。クロス蹴っとけ、メッシ行け。うわ、俺さ、一発メッシでもよくない？だってこいつヘディングできねえで、うまくないか。で、レオンキープやろ。完璧か。二台でメッシともう一つ使い方ありました。二台後はメッシでした。で、中持ってって、いいらしこだった。特殊ダブルしようよ。これあるんだ、これ。おう、ヘディングビアインター。ナイスターン。素晴らしいね。美しいね。待っちゃうからね。こっちの、いや、ボールキープできないと言ったか。それメッシーでできないだけだって、できるから普通にすれば、にょー、熱いにょ。だが、時間的にこれは、もらったんじゃねえか。スルーパスはどうかでも、取らない。ドリブルは遅れている。イエーイ。メッシーとは。でも、昇格できてよかったんだ。いやー、俺に足りねえのなんか分かったわ、これマジで。ああ、明確に足りなかった。
足りなかったのは勇気だ。特殊ダブルダッチで敵バンバン抜いてから前突破していくみたいなシーン一個もなかった。こんなのじゃない、私が見たかったメッシは。ゴール前までしっかり近寄った上でメッシがボール持ってダブルダッチで仕掛けるみたいな、これが大事だよ。そう、順調へ。俺今クリトリス触ってチクリ触ってるわ。違う、チクリ触ってクリトリス触るの、わかる。メッシはクリトリス、最後の最後でちょこちょこする生き物なんです。マジなんです、こればっかりは本当に。おお、なるほどね。全体的に左寄ってる感じ、くしくも同じ構えだ。さあ日本対ブラジャー、早速試合を始めて、フリットを奪っていきたい。ビエラかかとに当てたけど、その勢いで飛び出してしまった。なんだこれは、誰もする。富安、どうする、奥メッシ当てるか、で渡しといて、スルバケレッカメッシでサッカー映り見えんだよ。なーらー、人はいい、意外とメッシはボールゲームとかマスとかが下手だぞ。うまいっすよ、この上頭を使えて三刀流なんですけど。弾けるか、は弾ける、スノーリグだからちょっと重いのは飛びやす。これ右側のコスタクルタにしっかりボール渡して、ちゃんと前向かせた上でフライパスを蹴ると、ナイス。でこれでフリットが勝つ。そうで、メッシがキープすると見せかけてバースト、加速すごいな。いやー、息切れたな今の、マジで。なんか時間が歪んじゃったことによって、なんかメッシボール取られちゃったんですけど、まあ、時空歪まなかったらな、延々の消防隊しなかったらいけたわ。スルバレ、いい迂回、いけるよ、どっちへ、はい、瞬発ここなんすよ、マジで敗血勢力あのね、瞬発力が高いということで、ディフェンスでいっぱいボールが取れるということ、マジこれいいな。ここです、あえて開けますと見せかけて、ジェラードで奥側から締めていく。これよ、お前この3対1、お前一体どうする、死ぬしかねえ。お前かつロックされて犯されるしか未来はなかったんだよ。ロックマンコなんだよ、わかるか、アラウォだよ、マジ最高は。で、ウリとかの主役お前なんか定期的にレア飛ぶんだけど、ナイス、はい、もう一丁かー。リット、ウリヘと見せかけてビーラでここ切ります。無理か、違うか、違うか、メシ頭うまいなあいやでもリオネルメッシがあんなにちゃんとヘディングしてるとこはすごいけど、結局ゴールポストかい。なんやねんこれマジで。俺のデバフだとどう考えてもな、メッシ。これフレする。うまいだろ、やるだろ。で、ジェラードキープの、メッシすれば、そう。ダブルタ今回も。キャー最高担い手こそ至高の存在なり。でも独自ダブルタってブンブンやってから効果系とかいっちゃ楽しいな、ガチでな。えぐいだろ、おっぱい触ってる時と変わんでもブルブルン横見たりブンブルンっつって。いけるか、パスト、いけるか、ちょいて、これ前行っちゃうから、富安とあの時点でいける、フィーレ、いやーなんか喋れなかった、やばい、もうバニーガーデンでもう喉壊しちゃってる。交代カードバッチョリ切っていくか、後半まだまだリオネルメッシでドリブルしたりないぜ。全員抜いていいか、ここは冷静にヘディングで、ナイス、ピタッシュ。左側空いてますね、あのキエータとかいう男。うわー、ヘディングしっかりしてよー。担い手メッシだったら何とかしてくれてんだろうなって思っちゃう。ナイス、お前も強化担い手スーパーレオン、いったー。あー間違えた、だがしかしこっからはキショルト、あいて取れたな、こっから今回、こっから今回こっから効果負けるな、メッシー、くれくれシャー、知ってた、担い手やべえわ、ハマっちゃうなこれ。でもこうやって使ってみるとなんか改めて思うけど、俺ってやっぱさ、ロングボールいっぱい蹴る、特殊ダブルダッチのバーストだけはそこそこうまい、もう担い手ぴったりやん、ガチで。オナニーばっかりやってからさ、担い手みたいなとこあるもんな、マジでな。だんだん元のスパイクが大きい卵っち見えてきた、マジ。オッケー、こちょいよ、開幕は似合いでまーすと、いいね、どうする、似合いでまーすと、おう、すればあえてここでラーブに託す、完璧だぜ。だあのまま突っ切ることもできたんですけども、周りを使えるというところもメッシのいいところかなっつって、ビエラ取れる、いいよ、アラフを挟んだ、フラバ逃げとけ、で一回フリットがサイド渡して、フィーゴキープで、ウリヘイネス回って、ここいいね、ビエラこっち担い手だ、シャーだー、あー、ビエラ届かない、ジェラードはコース切れるか、うん、ビエラがアナルで仕留めていく、厳しい、厳しいです、非常にジェラード渡しといて、ワンツー怖いね、甘いって、さすがに遠すぎるだろ、ダンバーは立ってるだけかい、蹴った方がいい、あーすごい、よう止めた、オッケー、いいね、うまいか、ナイス、ビエラ、ここは通行止め、お互い様、フリット
おい、取れるか、ジェラード。おい、来た、ウリ。まだカウンターは続いてる。そこだあまりにもロドリ。なんか、2台と思った以上になんか、何でもできるな。特殊ダブルダッチとヘディング以外ゲーないと思っとったけど、グラバー引く。だから今、ずっと使っててね、私思いましたよ。やっぱりね、もうちょいバーストで抜いていかないと。メシ、お前はコネじゃダメなんだ。圧倒的なスピードで敵を抜き去る。これ以外ないんだ、お前の生きる道は。ダンバーもうろうろするしかないよ。まあ、いっちゃおーっと。大丈夫かな。ナイスアラフォー、いいね。渡してパス。どうする、リオネルメシ、これボールキープか。バーストするに決まってんだろ。スペースが空いたらバーストダブルダッチをする。ここもらったぜ、これが2台目しいいね、そうそうそう、自分からガンガン前詰めてってから、お、キスがキスがキスしない、これやちょっと持たせみたいなムーブしてけ。そしてコーナーキックなんですけど、ここ転がすのがちゃん強い、これペロ。いやでもやっぱりこの特殊ダブルタッチとか圧倒的な強み、これ生かさないでないなって感じですね。ラーム前蹴れよ。おいおい、2台手が空いてんだ。おー、そこ来るか、なるほどな、分かった分かった。おっ、次次やめて、あー危ない、それは違うって。もうスルーパス打てたらスルーとやめろマジで。なんで最初の荷物だけで判断したの。リオンだだ広いよ、彼すれば怖いぞ、前アメリカでピエロコスキル完璧、奥当てメッシュ落とし、そうジェラード行く、ジェラード行く、ここでストップだ。いや、メッシ遠くない、あいつ瞬発高いからパソコンやったら帰んなくなっちゃうんでね、ほんとね。いや、いける、あら、すいません、ダンバー、ナイス、久方ぶりのダンバー来ましたね。レオン止めるか、さすがメッシ、サイドパス、いける、これが2台でしゃー、うんこ。いや、バーストと特殊ダブルダッチを何度も繰り返す、これが一番ですよマジで、絶対裏来る。オッケーオッケーオッケー、トミーヤス、マイケルしかない、ベリングいいねいいね、ここであえてメッシパスを選択、そこでだー、レオンマリがちょっと遅れたったね、前から潰せるか、メッシ取れるぞ、シューマンでかせ、そうだここだになっていく、今日もメッシの2台手でシーコシコビュー。いや、特殊ダブルタッチ2個ずりあってこきたまんね、ビエラ回収、フラッツレメッシが一番熱い、今クジュタイカまでなー、偉い、お、お、時間がねえじゃない、さーじゃーい、メッシはやっぱり2台手、ケジュゲか、男は黙って、事故以上。